スーパーマリオメーカーやっていきましょう。100人マリオチャレンジとても難しいで、数回やって速攻パスしたコースです。じゃあ参りましょう。まだクリア者やっぱりいないコースでしたかね。まあ100人マリオチャレンジでやるのはちょっと厄介かなっていう感じのステージ。上手い人はさらっとクリアしていくんだろうけど、ちょっと自分にはきついかな。いいよー。はいはい。うん、あぶね。調整スピン、いいよ。あぶねー。ここだ。こうスピンか。うわー、出なかった。くるんしちまった。ここだ。ここよっ。オッケー、抜けれたかな。よし、ここのギミックは果たしてどういう意味が。時間もあれだしね。別に困ってる時間困るようなあれじゃないしね。なんだろうね、中間ですね。ここ中間くれるあたりが優しさだよな。あの P をきれいに踏んでもらうんですね。ドン。さあ行きます。うわむずそう。おう、オッケー。で P 持っていくのかな。この前生放送でね。おーっとっとっと、ふわ、うん、結構勢いで吹っ飛ばさないとダメだな。むしろ一回降りるくらいの気持ちで投げないと多分ダメだな。おっと、次いけるな。よし、 OK、 OK、 帰ってきましたね。綺麗にピー踏んで即ジャンプだな。であそこ着地できるはずなんで、あの網のやつか、網なんかあるよね。あれに乗れるはずなんで。オッケー、お疲れー。これだったら100人マリオチャレンジでもできたな。全然できた。一人目のクリア者になりましたね。やったぜ。続、雲に乗ってどこまでもクッパ3兄弟再びマリオに挑戦状送るな、巻き。投げ。マザーファイヤー。そして雲。おっ、雲に乗って、これはあれですね。壁キックでもいけますね。新しい雲に乗って、乗って、くらった。でって、あ、これ、なんで切れた？新しいのに、あれだ、画面からもう出ちゃってたからだ。あぶね。来た。これを乗って、真ん中2番目が、OK。地味にいるんだな。これ乗ってファイヤー取る必要はない。このまま進んでいく。あー、くらった。しまった。右上に進んでいく。これを落とす。雲乗る。多分帰るんだろう。あ、なんかあるぞ。取って、お、道ができてますね。雲新しいのくれる。お、くれた。これ取って上行くと。お、中間ですね。雲新しいのに乗り換えていきましょう。厄介だなお前ら。大丈夫かなこれ、このまま行って下の赤いの取れるか。ちょっときついか。待って、うわ、殺されたか。進んで、来んな、こっち来んな。切れる切れる切れるね。相当急がねえと。くんな。くんな。しょうがない。これはしょうがない。くんな、くんな。お前ら仕事しすぎ。オッケー。きつくね。いやー、イカはきつくね。被弾できると考えれば。倒す。取る。きついか。きついか。うわ、食らった。あー。中間、あと1個、どこだ。赤コインよ。
レッテテン。やばい、食らった。早速食らった。こいつ多分倒すんだろうな。結構難しいな、当てんの。ファイヤー取って。おっと。新しい雲よ。マリオ。新しい雲よ。食らって。うわ、取れなかった。やべし。こっからでも全然射撃できますね。ほら。あ、乗れねえ。ファイヤー。ファイヤー。ファイヤーください。オッケー。おっと、死ぬ。ファイヤー。食らって。で、乗り換えてと。お、こいつ、オッケー、倒しい。難しいよ、これ、結構。ふわふわ浮くから。このクッパは倒しづらかった。お、やったー、全部ゲット。コインに、鍵になったぞ、これで。そして、入った先に、ボーナスステージだ。やったー。たったの3アップ。なんかしょっぱい。オーケー。お疲れ様でした。じゃあ今回はこれで終わりましょう。